大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、クイーンオブクイーン初代王女決定リーグ戦、今回が6回目ですね。やってまいりましょう。まずは A ブロックの第1試合から、ブル中野対ライオネスアスカの試合をお届けしてまいります。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあ、というわけで、今回は女子の祭典ということで、40名のレスラーが一度に会して、それを4つのブロックに分けて、各10名ずつのブロックで総当たり戦を行い、上位2名ずつが、決勝トーナメントに進出するという企画で、初代クイーン・オブ・クイーンというベルトのチャンピオンを決めるという企画でございますね。試合ルールにつきましては、30分一本勝負の基本ノーマルルール、砂漠レフェリーが、阿部史郎さんということで、3カウントを叩くスピード、移動スピードなどなどが全て速いということで、いつもとはまた違う展開になると思います。女子レスラーに関してはね、この選出に関してはいろいろで、試合ルールのことさっき言った方がいいんですよね。で、5点方式ですね。5点方式でやっておりますと。いつもここをね、なんか間違ってしまう。3カウントおよびギブアップ、あと反則勝ちの場合は5点、あらゆる負けが0点、時間切れ引き分け、両者リングアウトの引き分けの場合は2点ずつを分けて、リングアウト勝ちの場合のみ4点ということになっております。で、そんなもんかな、大丈夫ですね。で、今回ね、その40名の選出については、基本スターダムで、ダウンロードコンテンツで導入されたレスラーが10名、それに対抗戦で、エディットされたレジェンドレスラーが10名、そこからプラス、最初は、32名にして、トーナメントで決めようかなと思ったんですけども、32ぐらいに作った時にもう一人入れたいなというような、34、33、34というふうになって、もうじゃあ40までいってしまおうというようなことになって、あとコメントいただいたんですかね、4つのブロックに分けてトーナメントじゃないよ、リーグ戦をすればみたいなことをコメントいただいたような覚えがあります。それに完全に乗っかったというようなことですけどもね。まあ、それで40名もできたということですが、またこの40名にしてもね、まだまだあのレスラーがいないじゃないかとかっていう声がありますけども、まあそれもね、ぼちぼち、もうちょっとね、僕はかなりの気分屋さんということを皆さんご存知だと思いますけどもね、女子ばっかりずっと作ってると、今度ちょっと男子を作りたくなるとかね、同じタイプのレスラーを続けて作ると、こうだんだん苦痛に感じるので、まあ、そうならない程度にやらせてもらってるというところですかね。はい、というわけで、今回が6回目ということで、5回の動画でだいたい1回り、大体のレスラーが1回ずつ試合をするというようなことなんで、今これ2周目となっております。ブル中野が前回勝って5点、尾崎真由美に勝ったんですね。で、ライオネス飛鳥は、スターライトキッドに不覚を取って、0点ということになってますので、で今回なんとなくですけども、前回1勝を挙げたレスラーと、初白星を挙げたレスラーと、前回黒星だったレスラーばかりを戦わせるという風にしてみました。 5-0 ばっかりの組み合わせですね。で、まあ、多分こんなことはあんまり長続きしないんでしょうけど、まあ、いつもだったらリーグ表でいうところの、線に、中央の線に沿ってこう右下に下がっていくというような、階段を降りてくるようなパターンっ
って言ったら分かりますかね、まあ、コンピューターが決める均等に試合をこなしていくという、試合数が少ないもん順から試合ごめんなさい、ということになるんですけども、今回はちょっとまああのあんまり、気にせず適当に大体の感じでやっていこうかなみたいな風に思ってますので、まあその辺ちょっと皆さんからすると、あれこの次この試合やと思ってたのにと思われるかもしれませんが、まあその辺はね、ランダム性を楽しんでいただくというか、期待をいい意味で裏切っていけたらなと。いやあかんな、多分皆さんの方がその辺は卓越してるでしょうからね、まあ、ということで適当にやってます。本日もね、まあ、4試合まだねちょっと声の調子が悪いので、声というか喉の調子、多分鼻声になってると思いますが、まあ皆さんあんまり気にならないですかね、まあ、ということでやってますと。そうそう、で前回ねちょっと言ってた、あのどうもねなんか嫁さんが調子悪い調子悪いと言ってて、でまあ昨年末にね岐阜が AMIしまして、ちょっと動画もお休みさせていただいたというようなことがあって、でまあそういう式だとかね、まあ親戚のこととかそういうことのやらなあかんことは、嫁さんがほとんどやってくれたので、嫁さんの方に負担がかかってたんだろうなと。ただまあでもあっという間に終わったんで、まあそんなに大変でもなかったかなと思ってたんですけど、まあ皆さんからねお疲れ出ませんようにと言われてたのが、やっぱりあこういうことかっていうぐらい嫁さんに疲れが見え始めたので、これは大変やなと思ってて、で嫁さんがもうあんまりでも気になるからちょっと病院行ってくるわと、まあまあどうぞどうぞということで、でまあ嫁さんが自分である程度ちょっと待ってください、そういう結末ですね、まあ多分なんかこういうことじゃないかな、神経がどっかこう触ってるというか、なんかどっかがあるというふうな見立てを立てて嫁さんがね、病院に行ってたら全く見当違いで、レントゲンを取ったら、ここのところがもうへしゃげてるよと、まあ要はヘルニアとかじゃないんでしょうけど、首のところの、おーおーおーあっという間に決まった、ブルナカのやっぱり強え、いらん話してる間に決めてくれましたね。そしてライオネサスカが、まあ相手がブルナカのとはいえあっという間に2連敗、うわーブルナカの大ブレーキ、いやーこれはまた波乱の展開と言ってもいいでしょうかね、試合時間14分24秒、ダイビングローリングギロチンドロップからの背面式片指固め、まあ、ブル中野の必殺技ブルダイビングギロチンドロップに次ぐ技というかね、奥の手と言いましょうか、まあ本当の手を出さずに奥の手を出すのはどうかと言いますけども、でライオネスアスカから3カウントを奪った試合でした。試合評価は 96%、 まあ私、今回の40名のいるレスラーの中で、女子レスラーの中で多分一番好きなのはブル中野です。はい。大好きです。ブル様ですね。はい。ということで、次の試合に行きましょうかね。さあ、これで、ああ、そうか。これでライオネス、アスカが勝ってね、こう、試合展開が面白くなれやなと思ったんですけども、やっぱりうまいこといかないもんですね。というわけで、次の試合に行きましょう。はい。というわけで、本日の2試合目は、風間るみ対長与千草ということで、行きましょうかね。こちらも、長与千草が5点。風間るみが0点ということで、同じように長与千草が2連勝になるか、風間るみが追いつくか、それを お楽しみに。いきましょう、試合開始です。で、嫁さんの話でいくと、それでレントゲンを取ったら、そこからもうはっきり分かりましたよって言われて、でまあこれが原因でしょう。で、まあもうこれは加齢によるものなので、まあ良くなることはないと、まあ今のところ神経に触れてるぐらいで、支障があるわけです、体の動きに支障があるわけではないから、まあとりあえずコルセットを巻いて、でちょっと養生して、で、もう運動とかはできるだけ下げてください、
いうことだったということですね。だから病院行って帰ってきたらコルセットを巻いて帰ってきたということ。まあね、そのなんでしょう、そのガンとかそういうもんではなかったので、まあまあ今のところは良かったなと思ってるんですけどね。ただまああの痛み止めぐらいの、なんていうんですか、こう対処療法っていうんですね、そういうのね、痛風なんかやってる私がよく言われる、それはそもそもの痛みを、うん、じゃないや、そもそもの病の、元を、悪い元を取ってる元凶を治すための治療じゃないのでっていうようなことなんでね、とりあえずでも病院ちょっと通いするみたいですね。で、あの前にも言ったことありますけども、嫁さん、あの週に1回運動不足解消のために、あの、加圧トレーニング、でもね、よう分からんのですよ、加圧トレーニングなんですけども、加圧なんですけども、キックボクシングもやってるというわけのわからない、加圧しながらキックボクシングしてるんですかね、むちゃくちゃやな、なんかそれもちょっとお休みするということでね、まあまあ、あの、うん、僕としては、キックボクシングで、上手くなって僕が蹴られるのに比べたら、そっちの方がいいかなと思いますので、養生してもらいなとしたいなと思います。まあ言ってる僕もね、こんな声なんで、今あんまり2人ともがダウンしてしまうという最悪な2020年と思うんですけども、スタートとなりましたけどもね、まあまあしょうがないということでやっていきましょう。さあというわけで試合の方にもう余談を挟まず集中しましょうかね。風間るみが現在0点、前回誰に負けたっけな、アジャ様ですね、アジャ様に KO、 裏剣で KO されちゃいましたで今回ね、あの一応なんとなくでこっちで忘れなければつけるように、KO したらことが分かるように、これはあのあれですよ、皆さんには分からないですよ、僕だけね。ここまで、20試合ぐらいやって2回ぐらい KO が生まれてるという結果ですからね、まあ、こんなもんなんでしょうね。これぐらいじゃないとあんまり KO が連発すると面白くないというのもあるし、KO の撮影率ですね、試合、ゲームを始めるときの設定するゲーム内で設定できる発生率は、普通になってますので、これがこんなもんなんだろうなということ、まあ20試合ぐらいじゃはっきりとした細かいデータ取れないですけどね。さあというわけで、先おー出ました、ランニング3、これがランニング3のはず、ランニングパワーボムで、おーカウントリーディング、もう早期決着を狙うか。ライオネスアスカがね、先ほど2連敗ということなので、そのタッグパートナーである長与千草としてはやはり決勝トーナメントで待ってるぜっていうようなねストーリーもありますから、ちょっと頑張ってほしいなと。あのね、今回40名をブロック分けを、まあ、適当にやっていった、一応なんていうんですかね、こうあんまり被らないようにと、同じような分類のレスラーは、違うブロックに行くようにというようなことを考えたんですけども、この長与千草とライオネス飛鳥が A ブロックと B ブロックにいるということは、決勝トーナメントに行った時に、直接当たる可能性もあるなとみたいなこともちょっと考えてたんですね。なのでこの先ほどの試合でライオネス飛鳥が早くも2連敗というバッドスタート、私と嫁さんと同じようなこうなんか2020年の悪いスタートみたいな感じになってますけども、こうなると僕の目論見は全く外れるということになってきますけどもね。あのライオネス飛鳥はまあまあ今いない人の試合出てない人の話をするのもあれですけども、パワーボム系の技がいくつかあって、それが3カウントを取れる、もちろんねそのまま直接カバーに行く系の技なので、今回相性がかなりいいんじゃないかなと思ってたんですよね、予想としては。もちろんそれをまあ連発するというロジックではないんですけども、そういう予想は全く外れてるのか、ただ単に相手が強すぎるのかというところですね。でも今面白いですね、カウント 2.9 はお互い奪え合えてるのに、
ミドルキックで倒れないという。ということはそんなにダメージがないのにもうカウント 2.9 までいくということですね。ある程度のダメージさえ与えておけば、3カウントは奪える。逆に言うとギブアップ奪うのはなかなか大変と。でもそういう意味ではあれですよね、あの本来のプロレスに近くなっているのかなと。まあこれ前回前々回ぐらいも言いましたけども、この阿部四郎スタイルカバー、おお敵屋さんライズ、いや違う、これはあれやったな、風間ルミがやるとビクトリータイガーや。さあこれが出てダメージも与えれるようになってて、いやーこっちも負けてない。長内幸さんもデスパレーボームで返していく。まあ3カウントこそやはりプロレスの醍醐味という考えでいくと、今回はちょっとお、どうだ、場外に向かって、おープランチャー決めていく、イエー素晴らしい。なかなか見れないですけどね、これもね。さあこれがどれぐらいのダメージを与えているのか。いや逆にやられたぞ。これはリングに戻れるのか、どうだ、間に合うか、おースリル満点。いやー城樋口とはまた違う面白さ。さあしかしこれをギブアップを狙っていく。このギブアップだけはねどうしようもないですからね。もう取りに行っても誰がレフェリーでももうギブアップを早く取るっていうことはできないですからね。なるほど、やっぱりこうこれはこれで面白いな。さあ場外にはここで落ちません。ただかなりのダメージを与えられているはず。風間ルミ、前回ねレジェンド対スターダムという企画をやった時に唯一負けた風間ルミと、もうこれは一生言われるんでしょうね。それを汚名挽回するにはやはり初代、クイーンオブクイーンの座について、それこそねコメントいただいてましたね、それを仕返しするというのを、そうね、そのついた汚名を晴らすには、そういう見返りじゃないじゃないだっけな、なんかそういうをね、やるということですね。よーカウント 2.9 が続く。このね風間ルミもねちょっとね技をね軽くはしてあるというか、攻撃パラメーターの方がちょっと低くなるようにしてあるんです。技は出すけども手数で勝負みたいなタイプには一応エディットできてるはずなんですよね。ただその分補正も絡んで、決めていくチャンスは多分風間ルミの方が多いと。ただ一発は長内草の方が多分多いはず、でかいはず。さあどうだ、これで風間ルミここを粘って乗り切らないとやはり勝てない。なあ今のバック取りたかったな。あー強引に持っていった。どうだ、うわー決まった、やはり一発の差。そして長代千草とライオネスアスカの差もここで生まれてくる。長代千草やっぱり長代千草強いな、まあ、強くしましたからね。あスーパーフリークですね、試合時間18分36秒、スーパーフリークで、長代千草が風間ルミから3カウントを奪った試合でした。見事試合評価 99% ということで、やっぱり汚名を晴らすにはまだちょっと風間ルミ、遠い道ということになりそうですかね。はい、というわけで次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目は、花月対ブリザード雪ということで行きましょう。試合開始です。花月ですね。これ花月と葉月がいつもいるからねちょっとわからなくなったんですけど、あこれは花月ですね、失礼しました。はい、今一瞬の間があったのはそういうことです。花月が前回誰に勝ったんやろうと思った。すいません失礼、橋本千尋に勝ったという花月と、ブリザード雪は初戦
誰に負けちゃったっけな。ああ、白井優に負けてるんですね。はい、ということですね。だから、花月が5点で、ブリザード雪が0点ということになります。まあこのね、ブリザード雪が勝つにはね、かなり、でも逆に補正がかかりそうな気もするんですよね。それぐらい、それほどパラメーターは高くはしていないんですよね。ただ作るときにね、エディットするときにそんなに苦労した覚えが、あれ今反則、あ、そうか、別に何もチェックせえへんのかね。そんなに苦労した覚えがないんですよね、ブリザード雪は。コスチュームはね、ちょっといろいろ僕なりに、あまりセンスのない僕なりにいろいろダウンロードしてきたものを、ワークショップからダウンロードしてきたものを、変えたりはしたんですけどね。さあブレンバスター合戦。花月は必殺技が大江戸コースターですよね。だから空中殺法でいうと、いい勝負するかもしれませんね、これはね。打撃でいくとでもブリザード雪の方がちょっと上行きそうな気もするんですけどね。 あとね、ブリザード雪はこういう基本的な寝技をじわじわ使っていくんですよね、序盤。それがうまくこうそうするか、腕攻め失礼。あとね、そうそう思い出した、ランニングしてのローリングソバットっていうのが、このブリザード雪をエディットするために調べていた時に、こうなんていうんですかね、こう印象に残った技なんですよね。まあ、当然このパイプロの中に、ローリングソバットっていう技は、あって、その出来栄えはすごくいいなと思うんですよね。スタンディングで決めるローリングソバットと、相手をロープに振ってカウンターでやるローリングソバット。ただカウンターで決める方の、そのロープワークで出すローリングソバットっていうのは、ちょっとスタンディングで相手がフラフラの時を狙ってやるローリングソバットよりもちょっと見栄えが悪い、なんか低いんですよね、高さが。でそれは多分角度の問題というか、表現上しょうがないというようなものはあるんでしょうけども、もう一つなんですよね。で相手がロープに、実際のね、リアルのブリザード雪の試合を見ると、相手がロープから帰ってくるところを狙って走り込んで決めるんですよね。この走っていくっていうのがね、なかなか技術的に難しいんじゃないかなと。だからそれなりにやっぱりスキルが高いブリザード雪というレスラーの、まあ中身でいうと長谷川早紀江でしたっけね、のスキルが高いんだろうな、なんていうのは思うんですけど、まあその辺は一日の長があるというか、結局磨いたとかなんか言ってましたっけね、なんかそんなの書いてあったような気がしますね。ただでもそれほどまでこう花開かなかったというのが実際のところだ。それを忠実に再現したことで、めちゃめちゃ強くは悪いけどなってないよなとかって言う、今のもかわいそう、もったいない。こういうミスがブリザード雪にはよく似合うと言ってもいいのかもしれないですね。ああいいですね。でもナイマン蹴り、さあどうだ、カウント2。まあでもいいですよね。ただ、花月の方が多分パワーで攻めていくと、あとインサイドワークでいうとこういう毒切りなんかもありますからね。10分経過。さあ10分経過。まあスターダムのダウンロードコンテンツで導入されたレスラーたちは、基本今回スパイクチューソフトがエディットしたロジックをそのまま流用してますので、どんな動きをするかは僕もなんとなくでしか読めないっていうのはあります。なので、スターダムのレスラー対私がエディットしたレスラーとの戦いというのも今回一応あるのはあるんですよね。
まあ、あんまりこだわらないのと、まあ、男子レスラーでもそうやってその名残がまだ残っているレスラーはたくさんいますからね。で、あんまりにも弱いともう全部入れ替えてしまおうということで、鈴木みのるなんかはその最たる例でしたよね。いぶしこうたもそのままにしてるんか。内藤哲也もそのままですよね。まあ中津飛ばずというところであるので、まあそんなもんかなというところですけども、まあどっちがいいかはね、またあまりにもそのこの今各ファイプロ団体 WMW の中でのパワーバランスがあまりにもおかしかったらまた手を入れるということですけどもね、なかなかそれをばっかりやってると前に進まないというのもあるので難しいですねというところ。さあバックを取ったか、返された、もったいない。さあカウント 2.9。 ブリザードユキの必殺技は超竜、蹴る竜と書いて、どんな技やったの、もうちょっと覚えてない。さあバカ、この辺ですね。あー、これがそうやったかな、いや違う。あ、そうかもしれんな。まあ、あの必殺技で勝ったら、技が表示されるまでされるので、その時をまあ使うぐらいしかないですね。あとはね、意外とローリングそばってやったらしい。それぐらいなんかこのブリザード雪のローリングそばとはキレかったなっていう覚えがあるんですよね。インパクトが強かったというのは残ってるということでしょうね。おお、ランニングネックブリーカードロップからバックを取ってジャンマスープレックスホイップ。ああ、カバーにやっぱりなかなかいかんか。あ、でもなかなかペースを握ってきたぞ。さあバックを取りますが、これどうだ、ギブアップは迫りますが、やはりまだこの時間ではなかなか決まらない。おお、裏投げ。あ、裏投げはでもよく出してたみたいですね。ああ、いいですね。この辺ブリザード雪っぽい動き。ああ、どうだ、これでね、ブリザード雪が勝って5-5になれば、今回のこの6回目の動画のカードを組んだ一応意味があるんですけども、うわ、大江戸コースターが出る、出た、どうだ、これはカバー入る、カウントが、うわー、カウントに電球。やっぱりリングの下の方ではなかなか阿部四郎でも決まらないというところか。さあ今度は逆にブリザード雪が飛んで、ひねり式のあれですね、戦闘ですね、コークスクリュー戦闘って言っていいかな、違う、なんかそんな技がありましたね。さあこの場所がどう影響するか、うー、もったいない。ブリザード雪も返していく。ずっとここから脱出しないとなかなかお互い決めきれないというところですが、さすがの足の白い、足の白いじゃない、足の速い、あら、ちゃんと喋られ、足の速い阿部四郎でもこの場所で3カウントは決まらないか。どうだ、大江戸コースター出るか。いや、フットスタンプできた。今のはでもフットスタンプのね、出が速いんですよね。さあこれでちょっと状況が変わったぞ。ここで先に3カウントを狙うのはどっちだ、どうだ、ダブルアームスープレックスホールド、どうだ、うわー、決まった。このユキの曲は高道の句の入場曲と同じなんですよね。だこれね、この入場曲を多分録音するのはちょっと骨が折れたというか、まああのね、あんまり大きな声では言えないですけども、 YouTube で探すのは骨が折れた記憶がありましたね。あの高のやつはいつものようにあのシャキーンとかっていう音と、
タカーイズバックとかなんか言うあれがセリフが入るんですけども、それじゃない方を探すのがねなかなか大変だったという記憶がありますが、それが無事流れてよかったですね。試合時間19分38秒、ダブラムスープレックスホールドでブリザードユキが花月王から3カウントを奪いって、見事白星、初白星を挙げるということですね。試合評価は 94% でした。さあ次の試合に行きま、あ、しまった。はい、というわけで次の試合は、工藤めぐみ対浜田彩子ということで行きましょう。本日の4試合目、最後の試合、試合1開始です。さあというわけで浜田彩子は綺麗な綺麗なあのコスチューム対決と言ってもいいかもしれませんね。浜田彩子が現在5点、工藤めぐみが0点ということですね。色が鮮やかでいいですね。あのコメントをいただいてましてね、あの工藤めのコスチューム綺麗ですねということで、まあ、あの私あの美的センスには全く自信がございませんので、褒められたところでいやあの私が作ったんじゃないんですけどと言ってしまいそうなんですけども、まあ、素直に喜べよっていう話なんですけどね。まあ、確かにあの工藤めぐみ綺麗かったですよね、この白が似合うと。で、工藤めぐみがこの、ね、シリーズを戦い抜くには、まあ、前回も言いましたけども、そのデスマッチファイターとしてのポテンシャルを残しながらノーマルマッチでどこまで、強いある程度の能力を再現できるかというところですよね。まあ、あのデスマッチで強いという点になると流血しても、スタミナが減りにくいとかスタミナ回復しやすいとか流血した方が気力が回復しやすいとかっていう、まあ、レスラーの各個人のスキルをつけれるというわけなんですけども、それをやると流血しない場合は弱いっていう風にどうしてもなってしまうので、そのバランスが取りにくいと。だここでいつもそのエディットポイントを160にしてるっていうのが良くないことなのかなと、工藤めぐみというレスラーを殺すことになるのかなみたいなことを思ったりしますけどね。まあでもまあそれはそれで逆にデスマッチになった時、まあ、女子のデスマッチを今のとこやる予定はないですけども、まあでもね、まあ今もうそう言ってる時代じゃないか、まあ、また女子も いつかデスマッチやりに行ったらいいですね。その時にこの工藤めぐみが大活躍するというふうになればいいんですけどね。まあそうか、でもそうしないと工藤めぐみとかかわいそうなわけですよね。はい、まあじゃあいつかまたそういうことをやりましょう。女子のデスマッチの再戦対戦ね、まあ、それよりさっき最近男子の普通のデスマッチもやってないので、それも企画しないといけないんですけどね。デスマッチな。エクゾーラまあというわけで試合の方にもう集中していきましょうかね。浜田彩子はね個人的にはちょっと今回40名の中で、一番最後に出来上がったのが工藤、浜田彩子です。多分だから前回もちょっと言ってたその他にも作りたいレスラーのリストの中で、どうしようかなと思って最後に選んだのが浜田彩子でしたね。ちなみにそのノートで結局漏れた人っていうのを前回ねあのデス山さんっていうレスラーが今スターダム所属じゃないけどねフリーでいるんですよね。で何名かの方からデス山さん作ってほしい、デス山さん作ってほしいという声はあったんですけども、ちょっとこれは断念しましたということですね。でまあそういう意味で断念じゃないけどもリストに載ってたけども結局作ってないというのは、忍者乱丸、堀田由美子、イーグル沢井、バット吉永、チャパリータアサリ、伊藤薫、伊藤薫とか作りたかったんですけど、あの人えらい太りましたよね。もうその今の体型は別にプロレスラーとしてはおかしくないといえば
良くない、合ってるかどうかわからないですけども、普通なんでしょうけど、元がねめちゃめちゃ細かった人なので、いやーこうなるんだなみたいなことをちょっと思ってしまうですよね。だからまあまあその、若い時の伊藤薫をちょっと再現しようかなと思うんですけども、どうもねなんかこう今の伊藤薫がどうも頭にこうちらついて邪魔をするんで、なんとなくやめたという変な理由ですね、となります。まあ浜田彩子はね前回も言いましたけども、現在はもう今日本ではプロレスはすることはもうないでしょうね、麻薬でしたっけ、大麻でしたっけ、ね、なんかで捕まっちゃって、でまあそれでもうプロレスはやることできるでしょうということを言ってた。ただまあ、刑務所から奥から出てきて、でまあお勤めを終えて今はメキシコでレスラー復帰したとかっていう話をちょっと聞いたぐらいで、まあ向こうではねもうそんなあんまり関係ないというか、日本であったことはもう日本であったことでっていうような、ことになってるみたいで、まあもともと人気もあるということで歓迎されてるみたいですからね。まあお国柄っていうのもあるんでしょうけどね、日本はそういうのこだわりますからね。僕もそのこだわる側の方というかなんで、あんまり人のことは言えないんですけどね。ただまあやっぱりそれぐらいもったいないなというような感覚で、素晴らしいレスラーやのになと思いますけどね。さあということで12分経過でどう、大丈夫ですね、やっぱりこの場外戦のスリリングな、だこれあれですよね、そのブッチャーとかシンとかその場外カウントがちょっと長めにしてて、まあタッグマッチではありましたけども、上樋口のカウントとかでも、いや違うな、普通のカウントでも、ギリギリになってた人たちは戻れるのは無理でしょうね。もうね場外落ちた時点で鼻からもう自滅するか、巻き添えにするかどっちかですよねっていうような、ファイトスタイルになるでしょうね、試合展開に。エクゾーラーごめんなさい、ちょっと黙りますね。さあというわけで、まもなく試合時間が14分ですが、ここまであんまり大技が出ずにこう基本技でお互い攻めてるような感じ、そうでもないですか。いや、ここもめぐみがちょっとペースを握っているかな。ただそうなると逆転するのは濱田彩子の方になりそうな気もしますよね。ペース配分というか先に攻めてる方が、負けるっていう展開が多いですからね。そのまま攻め続けることができればもちろん勝てるのは当たり前なんですけど、そうはいかないのがファイプロの面白いところ。逆転ありき、まだ倒れない。 DDT、いいですね。ただ浜田彩子もかなりスタミナ消耗してる感じですね。おお、ヒッパタック決めるぞ決めるぞ、お、決めるのか。これは小橋健太の行くぞ詐欺ですね。行く行く詐欺、行くぞと言いながら結局行かないという。行くぞーら待て。まあね、工藤めぐみは気合を前面に押し出す掛け声ロジックを組んだのは覚えてますからね。まあ、それはなんとか実現できているということなんでしょう。さあ DDT 小技をつないでいくタイプで、返されたらもったいない。せっかくバックを取ったに、これして今何か聞こえたのは気のせいです。さあバックを取って、あー、これ返していく、なかなか一進一退の攻防になってきてますね。一方的な試合にはならず、さあどうだ、これは一気に決まるか。うおー、なんとか返した。フランケンシュタイナー、これまあ以前ね申し上げたことあると思いますけども、このロープに振って返っ
て切るときにカウンターで決めるこういう丸め込み系の技というのは裏カンラナとフランケンシュタイナーを選ぶことができるんですけども、フランケンシュタイナーはロープに、引っかかりやすいですね、相手が。裏カンラナは丸め込むんで、ロープブレイクになる可能性が少ないんですけどね。さあそれをあえてフランケンシュタイナーにするというのを選んだのは浜田麻里。浜田麻里ちゃう、浜田麻里って誰や、誰やってか、あれや、違う人や、浜田彩子。もうグダグダですね相変わらず。さあ試合時間が間もなく20分。あーこれは浜田が一気にペースを握ったか。いや黒目も粘る。さあ再びロープに飛んで DDT を決めていく。20分経過、残り試合時間が10分。あーどうだこれは、ギブアップはなかなか出ないが、それでもここまで何試合かはギブアップでも決まっている。あーただこれはきついからのカバー、どうだ、道のくドライバーで、あー強い、やはり強い。浜田彩子はねこれが必殺技じゃなかったはずなんですよ。 AP クロスっていう技があって、名前の由来とか全然わからないですけどね。工藤めぐみが2連敗。さあ視聴者の皆さんはどう思うのか、試合時間20分47秒、道のくドライバ ー2 B 型ですね。一旦そのままカバーに行かないで突き刺しておいてというやつですね。でそっからわざとカバーに行ってということです。しかもそれで、決められてしまうということですね。浜田彩子が工藤めぐみから3カウントを奪った試合でした。さあというわけで、試合評価 89% でしたが、いつものようにランキング表を見てお別れとしましょうかね。セーブして、はい、というわけで A ブロック、ブル中野が見事2勝目を挙げて単独トップ、B ブロックの方も長与千草が2勝目を挙げて単独トップ、C ブロックの方はブリザード雪が勝って、これで5点のレスラーが増えていくということですね。で、D ブロックは浜田彩子が2連勝ということになります。各レスラー9試合なので、全勝したら45点かですね。45点が、最高得点となるというわけですから、まあ、そう考えると2連敗したレスラーはかなり苦しいというのはもう間違いないというところ。さあ誰が生き残っていくのか、また次回もよろしくお願いしますというわけで、今回はこの辺でお別れです。ではまた。